山本太郎君おはようございます生活のとうとう山本太郎と仲間たち共同代表の山本太郎です今回の漏れた年金問題年金情報漏えい事件について内閣サイバーセキュリティセンター NISC に質問いたします谷脇副センター長ニスクの情報統括担当者の説明では5月8日にニスクは 不審な通信を検知して厚生労働省の政策統括官付き情報政策担当三次官室に通報した情報政策担当三次官室は年金局に連絡年金局は日本年金機構に連絡をしました日本年金機構は調査の結果標的型メールの攻撃を受け PC が感染したことを確認そのことを厚生労働省年金局に報告 年金局は情報政策担当三次官室に報告三次官室はニスクに報告しましたすべて5月8日のことでした、えー、日本年金機構が標的型メールに攻撃され PC が感染した事実これは情報セキュリティインシデントというそうですがニスクの情報統括担当者によるとその事実を5月8日その日のうちにシステム上谷脇副センター長も高見沢センター長も 知りうる状態にあったと、昨日の質問レクの時には説明がありましたが、実際に谷脇副センター長が、日本年金機構が標的型メールで攻撃を受け、PC が感染した事実を知ったのは、いつでしょうか。谷脇内閣審議官。お答え申し上げます、えー、ニスクにおきましては、今、委員からご説明ございましたように、5月の8日に不審な通信を感知して以降、 厚生労働省に対しまして、被害拡大の防止や早期復旧のための措置について、必要な助言を行うとともに、厚生労働省が講じた措置について報告を求めたところでございます。で、委員お尋ねの、まあ、私を含みます、特定の職員が、今回の事案、およびその重要度を、どの時点で認知したのかという点につきましては、ニスクにおけるインシデント対処基準など、これを明らかにすることによりまして、具体的に攻撃者を利することとなりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 山本太郎君死することになるんですか、これ、あ、ということは、その日のうちには標的型メールで攻撃を受けたってことは気づいてなかったってことですよね、早く気づけば別にそれ、リスクにつな,がらじゃないつながらないじゃないですか、発見されてすぐその内容が分かったよって言った方が、あのセキュリティ上はいいわけですよね、それ答えられないってことは、おそらくすぐには分かんなかった、5月8日にはあこの標的型メールで攻撃を受けたということはなかったってことですか。 谷脇内閣審議官。にスクといたしまして、5月の8日に、本件事案につきまして、インシデントとして認知をしたと。 いうことは間違いなく事実でございます。非常に多くのインシデントが日々発生をしているところでございますけれども、ニスクの中におきます、インシデント対処基準におきまして、どのレベルに重要度に応じて上げていくという内規がございます。その具体的などういうタイミングでどこまで上げたのかという点についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。5月8日にニスクとしてはインシデントを認知していたというのは間違いなく事実でございます。山本太郎君。 はい。ニスクとしてはそうですけれども、えー、谷脇副センター長はどうなんですか、いつ知ったんですか、5月日のうちにもう知ってた。谷脇内閣審議官、えー。繰り返して恐縮でございますけれども、私のところにで、えー、どの時点で認知をしたのかと、これはインシデントをニスクがどの程度重篤であるというふうに認知したかということとお、密接に関連をいたしますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。山田かそうですかま君、あ。 なんかこのインシデントっていうことに関して、情報セキュリティインシデントってことに関して、3日に1回ぐらいあることなんですよね。3日に1回ぐらい。まあ、どっちかって言ったらちょっと日常的にあるもので。だから、どっちかっていうと、これもまあ、いつも通りの、いつも通りの3日に1回のやつかなっていう認識だったかもしれないし、5月8日にはもう、 もう気づいてなかったかもしれないですよね、いつものことすぎて、次に参ります、お手元の配布資料をご覧ください、これは今年の2月13日、第1回サイバーセキュリティ対策推進会議で配布された、重大インシデントへの対応等についてという資料です、1ページと4ページにございます、サイバーセキュリティ戦略本部、重大事象、施策評価規則の第1条、特定重大事象の2項に、 情報の漏えいを伴う事象であって、国民生活、または社会経済に重大な影響を与え、または与える恐れがあるものとあります、今回の事案、これに当たると、ニスクの担当者から説明を受けました、副センター長、その通りですか。谷内閣審議官 今、委員ご指摘のとおりサイバーセキュリティ基本法の第25条第1項第3号におきましてサイバーセキュリティ戦略本部の事務といたしまして国の行政機関で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する原因究明のための調査 これれを行うここことととされていいるところでございますこの事務の処理要項を要領を定めるために、今ご紹介ございました、本年2月の第1回のサイバーセキュリティ戦略本部におきまして、サイバーセキュリティ戦略本部重大事象施策評価規則を決定をしております。でその中で、サイバーセキュリティに関する重大な事象につきまして、特定重大事象と定義をいたしまして、その一つの類型として、情報の漏えいを伴う事象であって、国民生活、または社会経済に重大な影響を与えるものというもの 掲げていいるところでございますで今回の事案でございますけれども、国の業務でございます、年金業務を厚生労働省と年金機構がま一体的に提供しており、かつ100万件を超えるという国民の個人情報が漏えいしていると、国民生活に重大な影響を与える特定重大事象として、政府を挙げて対応するよう、官房長官からご指示をいただ受けたところでございます。 山本太郎君ありがとうございますその通りだということを説明していただいたんですよね今一昨日のレクでのえニスクの情報統括官担当者の説明では5月19日日本年金機構が警視庁高井戸署に相談および捜査依頼をした日ですえこの日の夕方同じ日の夕方に行われたニスクと厚生労働省の打ち合わせの席でニスクは日本年金機構が警視庁高井戸署に捜査依頼した事実を知り ニスクは危機意識を持ったという説明、このような説明をいただきました、えー、けれどもですね、昨日この説明、全面的に訂正されちゃったんですよ、コロコロ、コロコロ変わるんですね、いうことが、もう3回か4回、あの、レク受けてるんですけど、えー、毎回毎回訂正入って、一体どれなのっていう、迷ってんの、まだっていう話なんですよね、えーえー、昨日の説明では、警視庁高井都署への捜査依頼への事実を、ニスクが知ったのは、5月29日だと。 5月29日だっていうんですよね、この捜査以来の事実をニスクが知ったのは。じゃあ、昨のの説明も違うかったってことかな、もうびっくり仰天なんですよ、どれが本当かわからないっていう話なんです、えー、谷牧副センター長、日本年金機構が、えー、標的型メールの攻撃を受け、PC が感染したという事実を知ったとき、危機意識を持たれましたか、そしてそれと合わせて、えーと、その捜査以来の事実をニスクが知ったのは5月29日という通りで。 間違いないなでしょうか谷脇内閣新官委員ご指摘の本件、事案につきまして、日本年金機構が5月19日に警察へ相談をしたということについて、ニスクとして報告を受けておりますのは5月29日でございます山太郎君、はい。一つだけ答えていただきました、もう5月29日ということで確定なんですね、警察。遅いなこれ、ね、政府が このサイバーセキュリティっていうものに対してやっぱり責任を持っていくと言って作られた部署が、その警察に通報したってことを知ったのが29日だったって。へえ。で、もう一個聞きたかったことなんですよ。要は、えー、日本年金機構が標的型メールの攻撃を受けたと、PC が感染したという事実を知ったとき、危機意識、ご本人持たれましたか谷脇さん。谷脇内閣審議官。 5月29日でございますけれども、その日の午後、私ども、私も含めて、厚生労働省から本件の事案、具体的には個人情報が大量に漏えいをしているという事実を報告を受けたところでございまして、当然、非常に深刻かつ重大な事案であるというふうに認識をしたところでございます。山田太郎君。警視庁高井戸署への捜査依来の5月19日、その2日後。 5月21日には第2回サイバーセキュリティ対策推進会議が開かれた。この時、谷脇副センター長が説明者でしたよね。その4日後の5月25日にはサイバーセキュリティ戦略本部第2回会合が開かれた。谷脇副センター長、5月21と25、この2回の会議で今回の事案、どうして報告しなかったんですか。谷脇内閣審議官。お答え申し上げます。 5月の21日の CISO 等連絡会議、それから25日のサイバーセキュリティ戦略本部でございますけれども、この2つの会議の前に、ニスクとして日本年金機構が警察へご相談をされたということについて、先ほど申し上げましたように、ご報告は受けておりません、この2つの会議の前に、ご報告をいただいておれば、会議の議題とする可能性というのは当然あったというふうに考えております。山太郎君 今お話ししているのは、えー、と警察に報告を、えー警、警察に捜査を依頼したとそれによって、えー、大量に、えー、漏洩し,、えー、している可能性があるということが分かったその時点で、えー、と重大事象に切り替わるわけですよねでもその前の、えー、情報セキュリティインシデントという段階にはあったわけですよねそれをどうして21日、25日の日に報告しなかったのかということをお聞きしたい。谷脇内閣審議官。 一般論として申し上げますと、こうした事案が起きました場合には、当然その原因の解明していくという過程におきまして、その深刻度、重篤度というものが次第に判明をしてくるところでございます。そういった意味で、21日あるいは25日の会合の時点で、この重篤度について、他の事案に比べて特,特にこの事案について、 この報告をこの会議において行わなければならないという認識には至っていなかったという点がございます、この点については、私どもとしても真摯に反省をし、今後の改善策を考える必要があるだろうというふうに考えております。山田ら君。そりゃそうですよね、解析していって、深刻度、重篤度っていうものを見ていったっていう、見ていかなきゃいけないのに、それに気づいたのは警察からの情報って話ですもんね、しかもそれ、届け出をした、その10日後に知ったってことですもんね。でも まあいつものことだっていう感覚で21日も25日も、えっと、今回の件に関しては会議に出席したってことですね。いつものことだったんですよね、認識としては。谷脇内閣審議官。 お答え申し上げます。5月の8日に本件、事案を認知をしたところでございますけれども、その後、厚生労働省と私ども、西区との間で、さまざまな助言を私どもの方からもさせていただいていた、その途上にあったということでございまして、本事案の重篤度について、十分な認知を至る持つには至っていなかったというのが、その時の時点での認識でございます。山田太郎君。さまざまな相談に乗ってきたと、8日に発見されてから。 そこから2週間以上経ってても、これやばいに違うかって、そのやりとりでも、組み取れ合えなかったってことですよね。なるほど、わかりました。5月21日と25日の会議の出席者、今回の事案を知っていたのは、谷脇副センター長と高見沢センター長の2人だけだったんですよね。今となってみれば、21日、25日の会議において、日本年金機構が標的型メールの攻撃を受け、PC が感染した事実、報告すべきだったよなっていうふうに思いません 谷脇内閣審議官。お答え申し上げます。あの、先ほど申し上げましたけれども、その、警察に、まあ、報告を、年金況されたのが、十九日ということでございます。で、当然のことながら、五月の八日に、本件事案にスクとして認知しているわけでございます。その後、まあ、被害が大きく拡大したというわけでございますから、当然、私どもがとった対応よりも、なるべく前倒しで対応すべきであったという点については、まさにその通りだというふうに思います。山田太郎君。 本当にあの言い方があの失礼だったらごめんなさいあの、一国民として一視聴者だったりとかいろんな立場でこの問題を見たときに非常に間抜け、でそのリスクというものがあの役に立っていないということがはっきりと分かると、まあ、もちろん権限が少ないというか、もっと本当は権限を広げてとていうことをしていかなきゃいけないんでしょうけども、もいろんなルールの中で縛られすぎてて、であのいろんなことに踏み込めなかったと、えー、結果、もう見てる,見てるだけという状況がほとんどだったと。 でできなかったんんすもんね政府のサイバーセキュリティとっていう部分を担っているこの国のサイバーセキュリティっていう部分を担っているはずのリスクがこんなに遅くまで分かんなかったしかも警察発表をもってやっとやばいことになってるってことに気付くってことがこれもこの組織が存在している理由ってあるのかなって民間の警備会社とかと警備会社の方がもうちょっとあのいいサービスしてくれるんじゃないかなとか思ったりするんですけれども、えー、私は今回の事件の教訓 インターネット上では情報は基本的に漏れるんだと、情報漏えいが起こることを前提に、個人情報の保護、プライバシーの権利、自己情報のコントロール権を確立することが重要だと思います。副センター長、えー、ご見解いかか。がでしょうか田 委員ご指摘のとおり、近年、まあ、サイバー攻撃の対応が一層複雑巧妙化している中で、我が国の重要な情報の摂取を意図したと考えられる攻撃が、まあ、多数発生するなど、その脅威が深刻さを増しているところでございますで。こうした状況におきまして、個人情報などの重要な情報の管理に際しましては、システムに対する外部からのサイバー攻撃、それから部内者による不正捜査、 あるいは人為的ミスなど、さまざまなリスクを想定し、技術面、あるいは運用面で十分な対策を取ることが不可欠でございます。またこれらの対策の不断の見直しにより、セキュリティの質の向上を図っていくことが極めて重要な課題であるというふうに認識をしてございます山田太郎君。サイバーセキュリティ基本法30条の国の行政機関、そして31条で指定される48の特殊法人、認可法人。 配布資料の8ページから9ページにその名称がずらずらと書かれております、えー、日本年金機構ももちろん含まれていますこれらの機関法人でサイバー攻撃を受けて情報漏えいする可能性のある端末 PC これ全国に何台ぐらいあるんですかね谷垣内閣審議官お答え申し上げます、えーまあ、サイバーセキュリティの確保という点におきましては今委員ご指摘のような端末の台数 ほかにも、まあ、ネットワークはどういうふうな構成になっていると、いろんな面から検討していく必要がございます、今お尋ねの特殊法人、認可法人が所有している端末の台数について、リスクで一元的に把握をしているということはございません山田太郎君、これ、セキュリティ上、この情報って必要のないことなんですか、どれぐらいの,あの PC があってっていうこと、セキュリティ上、こういうことを把握してなくても OK なんですか。 谷垣内閣審議官 PC の台数でございます、これは当然、そのネットワークの規模を指し示すものでございますので、私どもがそのセキュリティということを考えていく上えで、パソコンの台数というものは判断をしていく上での重要な要素の一つであるというふうに認識をしてございます。山田郎君。じゃあ、これ調べてくださいよ、調査してください、してくださいますよね。谷垣内閣審議官、えー まあ、この認可法人あるいは特殊法人について、私どもが一般論として、パソコンの数だけを調査するという立場にはございませんので、まあ、必要性を考え,考えながら、必要に応じてそういった調査もしてまいりたいというふうに考えております山田のが、その前の答弁では、重要である、必要であるというような趣旨のことをおっしゃったと思うんですけれども、これ、やらなきゃいけないことなんですよね、やってくださいよ、でで報告ししてほしいんです谷垣内閣審議官。 お答え申し上げます、まあ。セキュリティ対策を考える上で、例えば特定の組織について、例えばパソコンが何台あるということは、当然そのネットワークの規模を指し示す、そういった意味において、セキュリティ基準対策を考える上での重要な要素の一つだというふうに考えます。しかしながら、あいいえー、外活的に、まずはその端末の台数を、特殊法人、二家法人全体について、私どもが把握をするということはについては、 あその調査の必要性も含めて、えー、改めて検討が必要だというふうに考えております山本太郎君、まあ、あの議事録できなかったら読んでいただいたらわかると思うんですけども必要だということを認めておきながら必要かどうかをこれから見極めていきたいというなんか非常に変な話になっていると思うんです必要だと思うんですで調査して報告していただけますかお願いします先に行きます、えー、サイバーセキュリティ戦略本部長である菅官房長官お待たせいたしましたありがとうございます、えー、先ほども申し上げました、えー、私はサイバーセキュリティは攻撃されても攻撃され れる。まあ、えー、情報漏洩が起こること、大前提に考えなきゃいけないと思うんですよね。あの官房長官どう思われますか。菅内閣官房長官。あの、先ほどの山下委員に対しても、お答えさせていただきましたけども。それはそういうことでですね。あのー、防衛体制というものを作らなきゃならないというふうに思っています。それであの、先ほどの議論の中で、えー、私ちょっと申し上げたいのは。西区の役割でありますけれども。まあ、八日の日に。 西区はずっと監視してますから、8日の日に異常なその発信があったということで、ですね、そこは指摘してます、その指摘に基づいて、ですね、これは年金機構もそういう防御の会社があるわけですから、そういうシステム会社と連携して、そこをやってたということは事実だというふうに思います、そしてその対応の仕方について、ですね、西区が助言をしていた、そういうこともこれ、事実であります。で これから今、厚生労働省で第三委員会がですね、開かれて、検証産業が行っています。その検証をですね、えー、受けて、果たして、例えば、あの私、西区の本部長ですから、西区はもちろんですけれども、どういうことに問題があったかということはですね、そこでしっかりですね、私たち、あの検証させていただいて、これからあの西区として、 例えば人員も含めて、ですね、えー、やらなきゃならないこと、最低これだけやらなきゃならない、いろんなことができてきますんで、えー、そういうことをですねしっかり対応していきたいというふうに思います山田君。 はい、ありがとうございます、えーまああの、山下先生も言われました通り、先ほどの質疑で、マイナンバー、いわゆる共通番号制度、これ、サイバーセキュリティの面からもリスクが多すぎるだろうと、今回の漏れた年金問題によって、この国に生きる人々がそう不安に思ってると思うんですよね、えー、この計画マイナ、マイナンバー制度は中止して、先進諸国が取り組んでいるように、分野別の番号制度にすべきだというふうに思うんです、でえー、その先にいきたいんですけれども、サイバーセキュリティを担っているのは人間なんですよね。 国の機関、また48の特殊法人、認可法人、それに地方自治体も加えれば、膨大な数の PC、まあ、端末があり、その端末は一人一人の人間が操作していると。 これらの国の機関、48の特殊法人、認可法人、地方自治体の現場で働く職員、社員の中に、膨大な数の非正規職員、社員の方々が、非常に劣悪な労働環境の中で働かされているという現実があります。カーセン、慣性ワーキングプアの問題ですよね。サイバーセキュリティは、実はヒューマンセキュリティ、人間の安全保障の問題であるとも思います。えー、官房長官、これ政府を挙げて取り組むことが、ヒューマンセキュリティのレベルを上げていく、サイバーセキュリティのレベルを上げていくことになると思うんです。このカーセンワーキン ワーキングプアの問題に対して、政府を挙げて取り組んでいただけませんか菅内閣官房長官、時間ですので、簡潔にあの、まあ、サイバーセキュリティ今攻撃が複雑、公明化する中で、えー、我が国のサイバーセキュリティをですを、ね、確保するには、やはりそれを支える人材が必要だというふうに思っています、まあ、そういう中で,です、ねあの、量的、資質的にも、これ、人材そのものが不足していますので、えー、その対応はです、ね、しっかりやっていくことが必要だというふうに思います。 今ワーキングプラの問題、指摘をされましたあの、そこに従事する人に対してもです、ねえー、そこはあのしっかりとです、ね、人材雇用の問題についても、やはりしっかり対応する必要があるというふうに思いますあ補助的な役割と言われながら、非正規が正規と同じ仕事をさせられているという現場に、このような。えー 情報漏れというものがどんどん広がっていく可能性が高いと思うんです。ぜひ完成ワーキングプランに対して政府で取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございました。